アリーナ・ポゴストキーナはドイツのバイオリニスト。旧ソビエト連邦時代の1983年にレニングラードでバイオリニストの両親のもと生まれる。4歳から父親の手ほどきでバイオリンを始め直ちに頭角を表し、5歳で初めてのコンサートを開催した。1992年には一家でドイツのハイデルベルクへと移住。その後、 クリストフ・ポッペンのプライベートレッスンを経て、ベルリンのハンス・アイスラー音楽大学で、アンティエ・バイトハースにバイオリンを指示。1997年のルート・ビヒ・シュポア、国際バイオリンコンクール第1位、2001年のエリザベート・王妃国際音楽コンクール第4位、2002年のインディアナポリス国際バイオリンコンクール第6位と、数々の有名コンクールで着実に入賞を重ね、 2005年には、シベリウス国際バイオリンコンクールで優勝して、一躍注目されるようになった。現在は、ベルリンを拠点に、シュトットガルト放送交響楽団やアワーズ、交響楽団、チェコフィルハーモニー管弦楽団、インディアナポリス交響楽団、オスルフィルハーモニー管弦楽団等、世界中のメジャーオーケストラと共演を重ねている。日本では2008年7月に、 読売日本交響楽団と2011年2月に NHK 交響楽団と共演している。ドイツ音楽生活財団太陽の1709年生、ストラディバリウス。ありがとうございます。